今茅ヶ崎の鳥市にいます。サネリッチさんと一緒に飲んでます。サネリッチさんが最高のメッセージを届けてくれます。じゃあサネリッチさんお願いします。はい、3月11日震災から、まあ、1週間なんですけど、この節目の年に、フライングダッチマンというバンドのヒューマンエラーをかけよう、フライングダッチマンが今頭に立って、そういった曲をかけよう、もう一回震災を見直して原発が本当に必要か必要じゃないかということを考えようということを企画して、100万人パレードというのを企画してます。9万円で100万人パレード、これに、311に、家であったりとか公共の場でもどこでもいいです。皆さんの9万円をちょっと聞いていただければというようなちょっとイベントをやっておりますので、ぜひ皆さんちょっとチェックしてみてください。一応サネリッチカフェでも一応このイベントには参加してますし、茅ヶ崎にあの全国の地図があります。そこにいろいろ参加するところが出てます。世界中に広がってます。今 URL が下に出てるかもしれない。ここですね。ここです、はい、URL 出てます。9万エラー100万人パレードの URL、 ここをちょっとアクセスしてみてください。世界中の人がこの地図に共鳴して、あのこの日に10万エラーをかけようと思ってやってます。サネリッチカフェで流します。ちょうど日曜日3日なので、日曜10時になってますので、ぜひ皆さんこの日、あのもう本当家で YouTube とかちょっと立ち上げて聞くだけでいいです。一人でも僕と一緒に今現状どういうものが必要でどういうものが必要ないのか、そういうことを考えて、ちょっと一つ1周年の節目なんでいろいろ考えてみてください。ちょっと拙いインタビューでありましたが、茅ヶ崎のユーストリーマーの元祖サネリッチさんでした。どうもです。